はい、皆さんこんにちは、銀行の小池です。今日は、カメラマンレイモンドがレイモンドドウェン・ジョンソンがやってくれます。こんにちは。はい、今日はですね、最近小館とコース行って撮影したんですけど、久々に銀行の方で、撮影したいと思います。で、今日の内容なんですけど、やはり久々だったんで、ちょっと何か質問ありますかってことで生徒さんに聞いたら、やっぱりもっと飛ばしの YouTube やってほしいってことなので、今日も飛ばしを、この映像を見て、動画を見て15ヤード20ヤード飛距離アップできる、腰の使い方を今日やります。では飛ばすためにやっぱり一番動力となるのはやっぱ下半身、そして腰のスピードなんですね。やはり腰がゆっくり動いてる人ってことは、腰の上に乗ってる状態もゆっくりこう動いてしまうので、どうやったら腰を早く動かせるか、それがポイントになってきます。それが捻転のスピードになって、最終的にクラブヘッドのスピードになってきますので、今日はその腰のスピードの上げ方で、まず腰はどうやって動かすかっていうことは、この足を使います。腰だけでスピードって上がらないです。そうすると伸び上がったりとか横にぶれたりしてしまう。なので足をしっかり使うってことで、足をどう使うかというと、ポイントは切り返しからダウンスイング、そしてインパクト、この時の足の使い方、右足の使い方、まずこれはみんな知ってると思うんですけど、ただ前に蹴っていくわけがないですよね。これ腰が前に出たり膝が出たりとかしてしまいます。これはもう昔から何十年も前から言ってるけど、右足っていうのは極端に言うとこっちに蹴ってあげる、こっちに蹴ることによって腰がこっちにスピードが上がってくる。そして昔はね、そのまま左を受けと、その蹴ったものを受け止めてブレーキかけて打ちましょうって言うんですけど、最近なんでみんな若手とかね、やっぱり飛距離が伸びてきてる、上身も伸びてきてる、これはですね、やっぱり左足をプラス使えるようになってきてる。で、左足は実はどうやって使うかというと、受け止めるだけじゃなくて、今度はこの左足も蹴るんですね。で、蹴るって地面反発、地面反発って言ってると、地面を蹴ってしまうと伸び上がるだけになってしまいます。で、実は蹴る方向があって、左足は実は前蹴ってるんですね。こっちに、こっちに蹴ることによって腰がこっちに引けてくるってことは、いわゆる腰の回転が速くなるってことですね。なので、まあこれだけはちょっと覚えておいてほしいんで、レイモンドちょっと上から見て、この腰、これが腰だとします。はい、そうするとこの腰を速くテイクバックからこう回したい、そしたらどうしていいかというと、こっちは矢印の方向に蹴る、そして左腰は左足でこっちに蹴る、そうすることによって腰がこっちに入ってくるんですね。これは、覚えておいてください。ではその使い方を、ちょっとスイングをして、説明します。で、これから練習場行ってこれを試す人のために、大きく振って遠くに飛ばそうと思うとなかなか覚えられないので、これはまずやる腰の高さ、そして腰の長さ、平行、このぐらいのちょっとショートスイングで覚えてください。ドライバーでもショートスイングすることによって、いわゆるこのビジネスゾーンというか、やはり一番こう仕事をしなきゃいけない、そして一番この下半身を使うところを覚えられると思うので、わざとドライバーでもちょっとコンパクトにトップを上げてあげて、で、そこから右足をこっちに蹴る、そして左足は前に蹴る、そのことによって腰が回転スピードが上がってくる。そうすると、上体の回転も速くなって、いわゆるクラブのヘッドスピードも速くなってきます。なのでこの重要なこの間のだけの練習、蹴る練習だけ、で特に右足は結構蹴れると思うので、左足を蹴る練習で、左足を蹴るときに、さっき言ったように地面をただ蹴っちゃうと勘違いすると伸び上がりになってくるので、ちょっとこっちにこう蹴る感じ、腰を引きながら、これは難しいですけど、みんな多分あまりやったことないと思うので、ここからこういうふうに、でその時に足首がちょっと開いてもいいです。あまり我慢してると足首怪我しちゃうので、でもっとスピードでフルスイングしてきたら、右足左足はずれてもいいです。でも絶対上体は動かしちゃいけない、ずれたことで体が起き上がるとこれは伸び上がりになっちゃうので、いいですか。じゃあこの間の練習、ここから蹴ってこう腰を引っ張ってくる、はい、こうですね。今ちょっとずれたぐらい、
でずれるぐらいのスピードで打ってると。はい、もう一回いきます。この間だけですかね。でバランスも練習しましょうか。ここから右足はこっち蹴る、それで左足はこっち蹴る、それによって腰のスピードが上がってくる。はい、そうですね。この間だけでいいです。あまりフルスイングしなくていいです。はい、もう一回いきます。意識して今度は結構左足ずらします。ここからグッと一度これを蹴りやすいように、もしできる人は踏み込んでいいです。踏み込むことによってさらに地面反発、そして蹴るのが強くなってくる。そうすると腰のスピードも上がってきます。ここでちょっとこういう動作入れてもいいです。はい、ちょっとショートバージョンで今日今から練習行く人のために、飛ばしの、関心の使い方を説明しました。今のができるとですね、ヘッドスピードも、結構上がってくると思います。で15ヤード20ヤード、その後フルスイングで、まあ1回は無理ですけど、これを 2,3 回練習することによってフルにつなげていくとやっぱりスピードが出てくる。じゃあちょっとおとての映像、左足見てて、はい、この左足ですね。ここからランスイング、インパクトかけてパッてちょっと後ろに引けるような動き、これはやっぱり左の腰のスピードがあるから。はい、もう一回見てください。左がここからグッと蹴ってる動き、これによって腰のスピードが上がってくる。はい、では、最後まで視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、そして、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。